現代のジブラルタル海峡の衛星写真。険しい岩海の合間に集落が作られ、それぞれ歴史上重要な役割を果たしてきた。本校では歴史上14度にわたり、繰り返されてきたジブラルタル包囲線を列挙する。ジブラルタルはわずか長さ 6km、幅 1km に過ぎない半島に位置しているが、イベリア半島の南岸で地中海の西側の入り口をコントロールできる。 戦略上極めて重要な地点である。朝明の由来となった対岸の北、アフリカモロッコを望むジブラルタル海峡を抑える地理的重要性と天然の要害といえる険しい地形ゆえに、ジブラルタルはヨーロッパでも特に多くの戦闘、包囲戦が繰り返される地となった。14度の包囲戦のうち、実際に支配勢力の交代につながったのは5回である。七回は、 イスラーム支配機のムスリムとカトリックの戦闘で、1回はムスリム勢力同士、2回はカトリック勢力同士の戦闘となっている。そして4回は18世紀中のスペインとイングランドの戦争で、1704年のイングランドとオランダによる占領に始まり、1783年の大包囲戦に終わる。また3回は数日あるいは数時間で決着がついたが、残りは 数ヶ月、時には数年を要し、戦争の前後で状況が変わらなかった戦いも含めて、数千人の命が失われた。ジブラルタルのムーア城。初期の包囲戦の舞台となった。ジブラルタルは、スペインの最南端の海岸線の山がちな半島に一致する。その南のジブラルタル海峡は、地中海が最も狭まっている地点であり、対岸のモロッコまでは15マイルしかない。 半島の大部分を占めているのが高さ426メートルで険しい傾斜を成しているジブラルタルの岩と呼ばれる一枚岩で北の大陸との間には細く低い地境がまたがっている。海岸線が険しく切り立っているためジブラルタルを東側及び南側の海から攻撃することは事実上不可能である。町が面している西側の海岸も強固な岩盤が基礎になっている。 そして北側の地境には、歴代の支配者が、城壁や塔、砲台など様々な防衛機構を巡らしてきた。その地理的な位置関係と、地形的な難攻不落ぶりゆえに、ジブラルタルは時代を超えて、軍事的な最重要拠点であり続けてきた。8世紀初頭、ムスリムのアラブ人とベルベル人が、北アフリカから、ジブラルタル海峡を越え、イベリア半島に侵攻した。 ムーア人と呼ばれた彼らムスリムは、ジブラルタル周辺を基地とし、ここから残るイベリア半島のほぼ全土を征服した。これに対して8世紀後半から、キリスト教徒の反撃、すなわち、スペインのレコンキスタが始まった。ここから、ムーア人勢力をアフリカへ駆逐するまでには、約800年もの年が費やされた。キリスト教徒勢力が、ジブラルタル湾に到達したのは、14世紀に、 なっってからだったジブラルタルの町ができてから600年近くがたった1309年、歴史に残る最初の包囲戦、すなわち第一次ジブラルタル包囲戦が起きた。この年の7月、カスティーリアをフェルナンド一世は、ジブラルタル湾の対岸のアルヘシラスを包囲したが、港を封鎖しても敵は、ジブラルタルから小舟で密かに物資を補給していた。そこで、フェルナンド一世は、 アロンソペレスでグスマン率いる一軍をジブラルタルに差し向けた。グスマンは1ヶ月にわたる包囲戦の末にジブラルタルを攻略し、ここに初めてカスティーリア人がジブラルタルに住み着いた。6年後、ムーア人はジブラルタル半島を奪回すべく短期間の第二次包囲戦を起こしたが、カスティーリアの援軍が来るのを見るや撤退した。 しかし1333年2月から6月にかけて、ムーア人は第三次包囲戦を起こし、ジブラルタルを回復した。カスティーリャは、再ダッシュを試みて1333年6月から8月に、第四次包囲戦を行うが、失敗、1349年から1350年の第五次包囲戦では攻めるカスティーリア軍内に、センペストが流行り、アルフォンソ11世を、 はじめ多くの将兵が命を落として失敗した。その後、ムーア人同士で、グラナダ王国とフェズのマリーン町の間に衝突が起き、1411年に、グラナダが第6次方位戦の末ジブラルタルを奪取した。1436年、カスティーリアの将軍エンリケペレス・デグスマンが、ジブラルタル奪取を目論み第7次方位戦を実施したが失敗、戦死した。 1462年、エンリケ・ペレス・デグスマンの息子である、フアン・アロンソ・デグスマンが、第8次包囲戦の末に、ジブラルタルを攻略した。ここに、ムーア人のジブラルタル支配は終わった。しかしこの戦いの後、ジブラルタルの要塞の所有権をめぐるうち生臭い、闘争が始まった。フアン・アロンソ・デグスマンは自分に所有権があると、主張して、 宿敵のアルコスハクフアンポンセでアルコスと争っていたが、まもなカスティーリャをエンリケ4世が要塞をカスティーリャ王冠に属すると宣言してしまったため、内戦が勃発した。1465年、一部の貴族がエンリケ4世の大イとその異母帝、アルフォンソの国王即位を宣言した。フアン・アロンソ・デグスマンは自らにジブラルタルを与えるようアルフォンソに約束させた上で、改めて、 ジブラルタル攻略に挑んだ。この第9次包位戦でエンリケ4世方の総督は15ヶ月も耐え続けたが、ついに1467年7月に降伏した。1501年にカスティーリ王イサベル1世が再度ジブラルタルの王官僚化を宣言したが、彼女が死去した後、国内の騒乱に乗じて、フアン・アルフォンソ・ペレス・デグースマンがジブラルタルの奪回を目指し、 第十字包囲戦を起こした。彼の予想に反死守備隊は降伏せず、3ヶ月の包囲戦の末に、フアン・アルフォンソ・ペレス・デグスマンは、攻略を諦めて撤退した。厳重な防備が施された、ジブラルタル北側の要塞。1567年の様子であるが、1704年までは大きく変化していない。ジブラルタルの浮き放題の敗北、1782年9月。 ジョン・シングルトン・コプリーによるジブラルタル大包囲戦を描いた絵画スペインはレコンキスタを冠水し一つの王冠の元にまとまるまでに重度の包囲戦があった。その後200年間は比較的平和な時期が続いた。その間、ジブラルタルの岩の要塞は縮小され、その防衛体制も顧り見られなくなっていった。この地が久々に戦場となったのは スペイン継承戦争中の1704年であった。ブルボン家によるフランススペイン王位の掌握に反対して手を組んだ連合国の中でも主導的な立場にあったイングランド王国とネーデルラント連邦共和国はブルボン家連合の注意を北ヨーロッパにおける陸戦からそらすべく地中海に足がかりを築こうと模索していた。いくつかの港湾に対する攻撃が失敗に終わった後、 英蘭連合軍はジブラルタルを標的に定めた。1704年8月1日、連合軍はジブラルタル攻撃を始めた。この第11次方位戦はスペインの総督ディエゴデサリナスの降伏によりわずか3日で終結した。数週間後、スペイン軍はジブラルタル奪回を期して半島の北に集結した。この第12次方位戦は6ヶ月にわたり、 地境が封鎖され、ジブラルタルに激しい砲撃が加えられる展開となったが、英乱連合軍の守備兵に降伏の兆しが見えず、最終的に普通に連合軍は行為を諦めた。この戦争は1713年にユトレヒト条約締結で終結し、ジブラルタルは正式にイギリスに割上された。当初イギリス政府はジブラルタルを恒久的に領有しようと考えておらず、 何かしらの交換条件をつけて返還しようとしていたが、世論の反対により交渉の材料として放棄する選択肢は失われた。一方スペインは、フランスが一方的にスペインに不利なユトレヒト条約を結んでしまったことを裏切りと捉え、自力でジブラルタルを脱回する決意を固めた。1727年、スペイン王フェリペ・5世は、 ジブラルタルの挙衆について定めた第10条について、イギリス側の役場不履行により無効化されたと主張した。2月22日、スペイン軍がジブラルタルの地境を封鎖し、第13次包囲戦が始まった。しかし4ヶ月の包囲の末、スペイン側は包囲軍への補給線を維持できなくなり、また海軍が弱体で、イギリスが海側から自由にジブラルタルへ補給できたことから、 封鎖の体をなさず、この包囲戦も失敗に終わった。その後、イギリスとフランスの間で、再び緊張が高まったが、両国の野望がぶつかり合った、諸戦争においてスペインは中立を維持した。ユトレヒト条約の内容も後の諸条約で、再確認され続けたが、一方でスペインは、ジブラルタルの奪回を諦めていなかった。後にイギリスは、フランスとのヨーロッパでの構想だけでなく、 1775年から北アメリカで始まったアメリカ独立戦争への対応にも追われるようになった。独立戦争開始から4年を経た1779年、スペインはついにジブラルタル回復を掲げてイギリスに宣戦線復刻した。6月にはスペイン軍によりジブラルタルが包囲され、第14次にして最後の包囲戦、いわゆるジブラルタル大包囲戦が始まった。 なお、砲火を交え始めたのは9月12日からである。スペインは、町や要塞を砲撃しつつ兵糧攻めで、守備兵を降伏させようとし、陸側から半島を封鎖するとともに、対岸のモロッコのアラウィーチョスルターンの、ムハンマド・ベイン・アブ・ダッダーを買収して、海上補給の寸断に協力させようとした。またこの大砲遺線中には、両陣営の技術者が敵を出し抜くために奇抜な兵器を、 考案したことでも知られる。例えば、スペイン軍は受け放題を考案して海上からの砲撃を試み、イギリス軍もジブラルタルの岩の上から打ち下ろせるよう深くを大きく取れる放題を設置した。しかし次第に包囲戦は手詰まりとなり、最終的に外交的解決が図られ、包囲が解かれた。結果、イギリスは1783年のパリ条約で、 ジブラルタルを維持することに成功したが、代償として東、西フロリダとメノルカ島をスペインに返還した。近代以降もジブラルタルはイギリスの拠点として重要な役割を果たし続けてきた。18世紀末から19世紀初頭のナポレオン戦争中には地中海やイベリア半島での戦争で重要な基地となった。 第二次世界大戦中には、ナチスドイツのアドルフ・ヒトラーが、ジブラルタル攻撃を計画したが、ジブラルタルダッシュと、盗賊拠点の移送を図り5000人の軍勢を集めた。彼は、息子のファン・アロンソ・デグスマンに軍勢を委ねて、タリファから進撃しジブラルタルの地境を封鎖させ、自らは艦隊を率いて海側からの上陸を試みた。しかしジブラルタルについたエンリケは、 町の防備が予想より、はるかに厳重であることに気づいた。特に海側の城壁は、以前の包囲戦の頃よりも延長され、海側からジブラルタルの岩へ攻め登るのはさらに困難になっていた。海から上陸したエンリケ軍は城壁に阻まれ、潮流ゆえに逃れることもできず、上から守備兵の放つ飛び道具を浴びることになった。エンリケは撤退を命じて逃げようとしたが、 味方が殺到したために、ボートが転覆、溺死した。陸側から攻撃していた、フアンも、資金難のために包囲継続を諦めて撤退した。ムーア人守備隊は、エンリケの遺体を発見すると、首を切って、城壁上の籠にさらした。1462年8月、ジブラルタルの住民だった、あるムスリムが離反して、タリファーに亡命、キリスト教に回収するとともに、 タリファ総督のアロンソであるコスにジブラルタルの防備が手薄になっていると伝えてきた。アロンソは真偽を確かめるべく小規模な偵察隊をジブラルタルに派遣した。偵察隊はジブラルタルの街を観察できる位置に身を潜めつつ、街の警備兵を捉えて拷問し、先の告発と同様の情報を引き出した。そこでアロンソであるコスはジブラルタル攻撃を決意したが、 攻略後に町を維持するに十分な兵力を集められないため、近隣のキリスト教徒の都市や、フアン・アロンソ・デグスマンに増援を求めた。この時点で、フアンの父、エンリケの体は未だ、ジブラルタルの城壁上にさらされていた。周辺都市からの兵を集めた、アロンソ・デアルコスは、ジブラルタル攻撃を始めた。二日間の激しい戦闘の末、ムーア人の守備隊は、 幸福を申し出る使者を派遣してきたが、アロンソであるコスにはそれを受け入れる権限がなかったため、より上位の貴族の到着を待たねばならなかった。フアン・アロンソ・デグスマンらが到着し、ジブラルタルが、キリスト教徒との手に渡った後、包囲に参加したデグスマン家とポンセデレオン家の間で、ジブラルタルの城の所有権をめぐる争いが始まった。 ポンセデレオン家の軍はデグスマン家が自分たちを罠にはめようとしていると疑って撤退し、ジブラルタルの岩はデグスマン家の支配下に置かれた。以降、両家は宿敵関係になる。ジブラルタルの岩を手に入れたフアン・アロンソ・デグスマンであったがおそらくポンセデレオン家の差し金によりカスティーリアをエンリケ4世がジブラルタルを王官僚とすると宣言する事態となった。 その後カスティーリアの内紛で、貴族や聖職者がエンリケ4世を廃位し異母帝のアルフォンソを国王に擁立すると、フアンは直ちにアルフォンソに忠誠を誓い、ジブラルタルをデグスマン家に与えるという約束を取り付けた。フアン・アロンソ・デグスマンがジブラルタルの包囲を始めると、防衛側のジブラルタル総督はすぐにムーア城へ撤退した。フアン・アロンソ・デグスマンの見込みに反して総督は、 降伏せず10ヶ月にわたり城内で抵抗を続けた。しかし不安が大砲を持ち出して城壁を破壊し、そこから工場兵が突入したので、守備隊は城塞最深部の服従の塔まで追い詰められた。彼らはそこでさらに5ヶ月耐えたが、援軍は至らずついに降伏した。第九次包囲戦後、ジブラルタルはデグスマン家が実力で支配していた。しかし1501年、 カスティーリャ女王イサベル一世は、ジブラルタルは、貴族の資料のままにするにはあまりにも重大な拠点で、あると考え、先代のエンリケ四世と同様に、ジブラルタルを王官僚とする直令を発した。この時は、デグスマン家も目立った抵抗を示さなかった。しかし1504年に、イサベル一世が死去し、国内が騒乱に陥ると、第三代メディナシドにあこう。 フアン・アルフォンソペレスデグスマンは軍勢を集め、ジブラルタル回復を目指して進軍した。彼の期待に反して、ジブラルタルの守備隊は解除をしなかったため、だらだらと包囲戦が長引くことになった。4ヶ月後、セビリア大司教が仲介に入り、これ以上ジブラルタルの住民の意に反して、街を攻め続けるのは、不名誉であると不安を説得した。不安はこれを受け入れ撤退。 結局、両陣営ともほとんど死傷者を出すことなく、包囲戦は終結した。戦後、ジブラルタル氏には、最も忠実なという称号が与えられた。ムーア人の手から奪取して以降、ジブラルタルは240年にわたり、スペインの領土であった。18世紀初頭、フランスのブルボン家が、スペイン王位を獲得した時、イングランドと、ネーデルラント連邦共和国を中心とする。 ハンブルボン諸国は、両国の統合を防ぐべく、1702年に、スペイン継承戦争を起こした。連合軍は、ジブラルタル海峡に目をつけ、南からスペインを攻める拠点にしようとした。いくつかの都市への攻撃が失敗に終わった後、ジョージ・ルーク提督率いる連合艦隊は、ジブラルタルを標的に定めた1704年8月1日、連合軍は、 約2000人の水兵を地境に上陸させ、ジブラルタルとスペイン本土との連絡を絶った。翌日ルークは小艦隊を組織し、ジブラルタルの岩の西岸の急防波堤から、新防波堤まで列を作るよう命じた。3日早く、この艦隊は、ジブラルタルの要塞へ砲撃を始めた。約6時間の攻撃の末、連合軍の上陸部隊が新防波堤を強襲したが、連合軍側の過護か、 スペイン側の罠により、防波堤が爆破され、上陸部隊は損害を被った。しかし生き残った者は、海側の城壁を伝ってウローパ岬に到達し、ここで停戦が結ばれた。ジブラルタル総督は翌朝までという猶予を与えられて、市議会と協議し、4日未明に降伏した。連合軍のジブラルタル占領後、彼らの予測通り、9月初頭から、スペイン側の反撃が始まった。 アンダルシアの司令官、フランシスコ・カスティージョ・ファハルドは4000人を率いて、ジブラルタルの大砲射程距離付近に布陣し、援軍を待った。彼は10月後半には、約7000人の兵を集め、総勢1万2000人の軍勢を持って、要塞を強襲した。一方先の包囲戦以降ジブラルタルを支配していた、連合軍側のゲオルク・フォンヘッセンは、 ジブラルタルの岩近辺の防衛設備を回収し、2000人のイングランドネーデルラント兵水兵を予備兵として再編し、脆弱な部分に配備していた。それでもなお、ゲオルクフォンヘッセンは水陸両面から同時攻撃を受ければ耐え切るのは難しいと予測していた。その不安は的中し、10月4日に19隻の軍艦と数隻の兵員輸送船からなる。 フランス艦隊がジブラルタルの港に姿を現し、3000人のフランス兵が上陸してきた。彼らは地境にいるフランシスコ・カスティージョファハルドのスペイン軍に合流した。3週間後、フランス艦隊のほとんどはジブラルタルを後にした。その2日後の10月26日、スペイン軍は最初の砲台を完成させ、要塞の最北部を砲撃し始めた。時を 同じくして、フランス軍の文献隊が港を荒らし回った。包囲戦は、冬まで続き、スペイン軍は要塞への砲撃を続けていたが、12月から1月に、かけて、イングランドネーデルラントンの増援隊が到着した。スペイン軍内では、兵の脱走や薬病が起こって弱体化が進んでいた、ため、フランス王類14世は、将軍、ルネド・フルーレを4500人の、 フランスアイルランド兵と共に派遣し、ジブラルタル行為の指揮権を握らせた。2月7日、1000人のスペイン兵と500人のフランスアイルランド兵からなる部隊が、円の塔を強襲したが、イングランドネーデルラント軍の激しい抵抗を受け、多大な損害を出して失敗した。3月末には、ジョンリーク提督率いる連合軍艦隊が、フランス艦隊を撃破した影響で、スペインフランス軍は、 ジブラルタルの包囲を解き撤退した。筆者不明の文書、包囲戦に関する公正な報告、インペシェルアカウントオブザシージのことを借りれば、第13次包囲戦は実際に行われている時よりも準備していた頃の方が世界に騒音をもたらしていた。1713年のユトレヒト条約でジブラルタルは正式にイギリスに割上されたが、 スペインをフェリペ5世はこの条約がフランスをおる十14世に無理やり結ばされたものだと感じており不満を抱いてた。そのためスペインは自力でジブラルタル奪還を試み始めた。1727年1月、フェリペ5世はイギリススペイン間のユトレヒト条約第10条がイギリス側の度重なる違約により無効になったと宣言した。 スペインの将軍クリストバルデモスコーソーイモンテマイオルはヨーロッパ中のカトリック国から軍勢を集めジブラルタル攻撃を図った。これに対しイギリスは守備兵を増強し敵襲に備えた。2月22日、イギリス軍が岩の北側の中立地帯にいたスペイン人労働者の一団に発砲したことで第13次方位戦が始まった。戦いはスペイン軍が イギリス軍の砲台や死壁を砲撃するための砲台を地境に築こうとし、これをイギリス軍が阻止しようとする形で進展した。3月24日までに、スペイン軍はイギリス軍の射程範囲内に砲台を完成させ、そこから10日間にわたり砲撃を加えた。これにより要塞は大打撃を受け、イギリス側は防備の修復に追われた。月初頭以降、悪天候のために、 スペイン側の攻撃はしばらくにぶったが5月7日からは再び激しい砲撃が始まった。しかし5月20日までにスペイン側の補給体制が破綻し砲台が必要とする弾薬を用意できなくなった。一方イギリス側は海からほとんど自由に十分な物資を要塞へ運び込むことができた。スペイン側は攻略を諦めて6月23日に停戦を 申し出、翌日に調印された。第14次包囲戦は、ジブラルタルの最後、最長かつ最も有名な包囲戦で、ジブラルタル大包囲戦、グレートシージオブジブラルタルとも呼ばれる。1775年に始まったアメリカ独立、戦争で、イギリスが苦戦を強いられるようになると、スペインは1779年に、フランスの同盟国として、イギリスに宣戦線復刻した。 その主目的はジブラルタルの奪回にあった。以前の包囲戦が陸からの攻撃に終始したために失敗したと考えた。スペインは今回は水陸両面からジブラルタルを包囲し、氷漏攻めで降伏に追い込もうと考えた。さらに、モロッコのスルターンを買収して、ジブラルタルとの貿易を停止させたり、防災を海に渡して輸送船がジブラルタルに物資を運び込めないようにした。 同時に、北側の地境を1万3000人の陸軍が封鎖し、50年前の包囲戦で使った砲台を再建し始めた。1780年夏から、スペイン軍は、海上の砲艦からジブラルタルを砲撃し始め、対するイギリス側はこの敵艦の行動を妨害する、手立てを講ずるとともに、一部の長射程の大砲を使って、スペイン陸軍の陣営を砲撃した。 包囲戦を通じて、スペイン軍は、ジブラルタルを砲撃し続けたが、次第にその勢いは弱くなっていった。また、海側の封鎖も、商船の通行を認めたことから、結局補給品が運び込まれるのを防ぐことができず、守備隊を植えさせるという計画はうまくいかなかった。しかも商船は、ジブラルタルから市民を運び去っており、ますます兵糧攻めの効果が薄くなっていった。最終的に、 フランスの仲介のもとで長期間にわたる交渉が行われて、イギリスが東、西フロリダとメノルカ島を返還する代わりに、ジブラルタルを維持することが決まり、包囲戦もようやく終結した。ありがとうございます。